こんにちは。会社や店舗、フリーランスの動画作りをサポートしております、コラボズの江川です。さあ、ネット集客というところは、どんなところでも課題ですよね。緊急事態宣言が20日までということで、21日からまん延防止策というところで、この関西の方でも開けていくわけなんですけど、飲食業の方もまだまだ苦戦強いられますね。夜7時までとかっていうのが今言われてますんで、7時までのお酒の提供って言ったらもうほとんど行けないですよね。7時で終わって8時までっていう、こういうような流れなんでしょうけど、私たちも仕事が終わるのが6時7時、長くて8時とかになりますんで、そんなところからお店なんて開いてないですから行けないっていうような、こんな流れになっております。で、ネット集客っていうところの中でも見込み客集めっていうところをしないといけません。この見込み客っていう定義がですね、買ってくれそうなお客様を集めるんではなくて、悩んでいるお客様、ある一つのテーマについて悩んでいるお客様を集めるっていう、この概念で集客っていうのをしていかないといけないんですね。誰でも彼でも来てくれではない、そして商品を買ってくれそうな人を集めるんではない。悩み解決ですから、ビジネスは。私たちも集客というところで悩んでらっしゃる方で、特にそれを動画でどういうふうに悩み解決に導くかっていうところを、ちょっとちゃんとお伝えしていかないといけませんので、全部が全部動画っていうわけではないですよね。集客の手段っていうのはいろんな手段がありますので、そういった中で特に動画で集客をしてみたいっていうような方にとってみれば、私たちはお役に立てる可能性が非常に高くなってきます。そういった部分で、ぜひその見込み客っていうところ、これイコールお悩みを持ってらっしゃるお客さんということです。そして御社が扱っている商品やサービスで解決できるという、そういうふうなところのお客様をぜひ集めていってください。はい、それではまた。